はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回はね、カシアサの、カシアサ51を使った、カイピリーニャ作りたいと思います。作り方は、確か、ちょっと待てよ。待て待て、作り方。カイピリーニャ。レシピ。6グラスをぶつぎ、えー、6グラスにぶつ切りにしたライムを入れて、砂糖を加えてすりつぶす。でね、これね、ちょっと色が変なんですけど、これ、解凍したライムなんですよね。でね、ちょっと電子レンジにチンしすぎてですね、なんか色が変になって、変になったんですが、まあ仕方あるまい。まあ大体、二分の一個ぐらいかな。ライム。で、砂糖を、ワンティースプーンかツーティースプーンなんで、ワン、ツーぐらいかな。三個ぐらい入れて、角砂糖を入れてと。うん。で、すりつぶしまーす。こういう時に買ってよかった。モヒート用に買った。ね。やっぱあれだな、フレッシュライムの方が、あれでね、あれだね。見た目がいい。見た目がちょっと、ひどいこと。で、ここに、クラッシュドアイスを加えて、カシャーサを、45ml ですね。クラッシュドアイスの作り方がいまいちわかんなかったので、適当に、ロックアイスを、なんだ、トゲみたいなので、ね、砕いて、ロックアイスを、なんだ、あれで砕きました。うん。ね。そして、カシャーサ51を 45cc。まあ、こういう時にね、かき氷機みたいなのがあればね、なかなか氷をね、クラッシュドアイスにするのはなかなか、わかんない。やり方が、いまいちわからない。ちょっとこれだと、ね、粗すぎるんで。もうちょっと細かいクラッシュドアイスにしたかったんですけど。ね。あと適当に、ね、ステアして。完了かな？あ、でも意外と、なんとなく美味しそう。結構、適当に作った割に。案外あれですね。はい。乾杯！出来上がりました。ちょっとライムの色が、ね、解凍したやつなんで、ちょっと黄色がかってますけど。まあ、いいや。うん。ああ。ライムが、うん、うん、あ、でも結構これ度数高いな、やっぱ。ねえ、ぶっちゃけ、ほとんど、カシアサ51、ロックみたいなもんですからね。うん。うん。なんか、ジンっぽい。
感じでもある。ジントニックの、ちょっと、似た味が来るね。うん。うん。まずくはないな。やっぱりでも、ライムをちょっと、あれだな、フレッシュライムにするべきだったか。うん。これはちょっと、あれだな。うん。まあ、モヒートよか、どうだろうな。わかんない。モヒート。まあでも今度これ、カイピリニャ。これあれだわ。フレッシュライム使って。ね、作った方が多分いいです。絶対。やっぱカシアサ自体だいぶ癖が強いんで、その癖が結構ダイレクトに、ね、いい感じに来てるかな。まあ逆にそれが、まあ、ね、うん。あれかな。うん。癖がいい味出してる。言えば、いい味出してる。うん。うん。まあ、グラニュー糖、砂糖入ってるんで、それなりに、度数高いんですけど、飲みやすいはな、安い。ですね。うん。ああ、輪切りか。はあ。輪切りね。ライム輪切りにしてるね。ところもありますね。へえ。まあでも作り方としては、確かに輪切りにすれば割と、あれかもね。まあどうせ砕きますからね。砕くっていうか、ペストルで潰すんで。まあ輪切りでも問題はない、はないですね。はあ。なるほど。一番めんどくさかったのは、結局、クラッシュドアイスを作ることです。クラッシュドアイスを作るのが一番めんどくさかった。マジで。一番めんどくさい。もうちょっといい簡単な作り方ないのか。感じですけどね。うん。うん。ああ、なるほどね。結構まとめてでっかく作ってる人もいますね。まとめて、大量に。ボウルに、砂糖とライムを大量に入れて、ぐわーやって、潰して、で、そこの中に氷と、カシャッサ入れて、
もう大量に一気に作ってる人もいますね。何人分も。うん、まあ。まあね。まあまあまあ。って感じじゃない？うん、味としては。まずまず。ってとこでしょうか。まあでもモヒートとあり、割と、モヒートよかは簡単なんで。まあ簡単っていうか。うん。まあね、モヒートはあれ、あの、ミント使いますから。ミントが、まあ入らないんで。ライムしか使わないから、まあ簡単っちゃ簡単。基本的にミントなんて手に入りませんからね。時期的に手に入らない場合もあるし。ね、ちょっと微妙ですよね。その点、ライムはあの、年中売ってますし。うん。ね。あ、ライム1個加えてますね。あの、ハイピリニアのレシピだと。やっぱりその、その人によっては結構、違うのかな。一番やっぱ、クラッシュドアイスなんか作り方、簡単な作り方ないかな。一番めんどくせえんだけど、クラッシュドアイス。ああ、なるほど。袋の中に、あ、でも、あれか、製氷、まあ、いいか。クラッシュドアイス、ポリ袋に氷入れて、あと、ハンマーで粉砕してれば、出来上がるか。あの、製氷機が、そういう細かい製氷機もありますしね。製氷機っていうか、トレーみたいな100均で売ってるでしょ。ああ。こういうのもいいかもね。あ、でも基本的にクラッシュドアイスなんて、まあ使うことほぼないですからね。ぶっちゃけて言うと。まあ、やっぱり、簡単なのは、ポリ袋の中に氷入れて、あとは、粉砕してれば、出来上がるっちゃ出来上がる。かな。うん。多分これ、クラッシュドアイス使うのは、おそらく度数が高すぎて、うん。ほとんどストレートみたいな、それっていうかね、まあロックみたいなもんなんで、あえてクラッシュダイスにして、ちょっと溶けやすくして、氷を溶けやすくして、ちょっとね、まあ飲みやすくしてるんだと思います、このカイピリーニャっていうのはね、うん。クラッシュダイスは溶けやすいですから、やっぱりその分、水が、で薄まってくるんで、それで、まあ飲みやすくなるっていうか、そういうのだと思います。うん。ね。あ、材料2杯分か。2杯分でライム1。で、砂糖大さじ2杯。うん、まあ、今度個人的に、あの、普通の、ね、こんな解凍ライムなんて使わずに、普通にライム買ってきてちょっと作ってみようかな。うん。それで飲んでみます。
多分それだったらかなり美味しくなるんではないかな。ね、結構、まあこれでも割と、まあ美味しいは美味しい、かな。うん、まあただちょっと、美味しいっていうより、カシャーサ自体がまずいので、そのカシャーサの味がだいぶ、まあ、まずかったカシャーサの味が割とマシにはなってますけど、所詮もともとがカシャーサ自体まずいので、うん、まあ、3343ってくらいですかね。うん、そこまで、とりあえずはね、こんな感じで。うん、ということでご視聴ありがとうございました。